安岡さん、いかがですか。先ほどそのアメリカにその日本がパスされる、あるいはその利用されるということですけど、このパスされるにしてもその利用されるにしても、要するに相手の方を見ているわけですね。こちらがどうするかということではなくて、相手がどうするかということを常に気にせざるを得ないということですよね。実はこの間ちょっと事業で見てたんですけど、よくあれ5年ごとの電通総研かなんかなんでしょうか、はい、要するにそのもし危機があったらあなたは国のために戦いますかというのを5年ごとぐらいにやるんです、うんうんうん、で、いや戦うというふうに答えたパーセンテージが日本は一番低いんですから、ずっと低いんですけど、だいたい 15% ぐらいで、ドイツの 30% のまあ半分ぐらいなんですが、しかしながら要するに戦わないと答えている人の数は日本より多い国はいくつかあるんですね。ドイツとかスペインとかイタリアなんです。つまり日本は何が多いかっていうと、分からないっていう答えがすごく多いんですよ。 40% ぐらいの人たちが分からない、つまりまあ、国防の問題というか、その国家の問題、公共的な問題が自分の問題として、要するになんていうか想像すらできないということになっているわけですよね。要するにある意味ではその日米安保体制っていうのはやっぱりボディーブローのように日本のなんていうか思考にやっぱり影響を与えていて、要するに我がこととして物事を考えるという力を失っている。まあ、ちょっとそのどぎつい言い方をすれば、要するに日本は要するになんていうか植民地文化みたいなものが要するに染み付いてしまっている、まあ、そういう点で要するになんていうか非常に大きな危機というものを、要するに自分のこととしてなかなか現在も乗り切ろうとする力が発揮できないということですよね。それでいうとね、面白かったのはね、その第7艦隊だけでいいという発言が、ね、ありまして、そうすると自民党の中でね、いろんな部会でこれけしからんと、ついに小沢めボロを出したぞというのでね、でそんなんだけで日本の安全保障ができるかというので、まあ、言うわけですね。まあ、確かに現実問題、米軍がね、日本に今すぐなくなってしまうとですね、とんでもない話になりますから、現実論としてはそうなんですけれどもね、そういう論法を立てる自民党もどうなのかというね、非常にね、まあ、あえてそこで言いませんでしたからね、私も。いや、だから中学生レベルか高校生レベルかあれですけどね、アメリカにくっついてるのか、国連の決めた通りにするのか、じゃあ自分はどうよと。だから、ね、まあね、今教育で一生懸命自分で考える力を子どもたちに持ってもらおうって言ってるんだけど、大人がもう自分で考える力がなくって、アメリカどうするんですか、あるいはそうでなきゃ国連どうするんですか。本当は例えば G7 とかね、今それが増えて G16 とか G20 とかやってますけどね、いくらそこに入ったって発言しなきゃ意味がないわけですよね。なんか G7 とか G8 とかあったって日本連れで言ってるけど、なんか食当たりに当たっただけとか、スパゲッティなんとかとか言ってるとかね、なんかそんな話しか出てこない。だからやっぱりそれは今本当にね、そのアメリカと決別するかどうかってのは一つの大きな問題だけど、自分でどうするのかっていうことを考えなきゃいけない。だから今の政治家は自分で考える力がないから、そこに変わってもらわなきゃいけないということだと思いますよ。そのことですね。なんか話がちょっとソフトすぎるけど、一昨日 NHK 見てたら、ロシアのプーチンがね、ロシア正教を要するに国民活力のね、背骨の一本として据えるべくですね、仲良くしてるっていう番組で、こうみんなを集めながらね、クライシス、今日のテーマであるの、危機、クライシスとは何か、このクライシスの元々の意味は要するに審判、最後の審判の審判って意味なんだと。まあ、そういうところでキリスト教が出てくるって、まあそういう話なんでしょうね。瞬間的な風景だから前後わかんないんだけど、それで思い出したんですけどね、クライシスって危機という言葉は実に面白くて、例えば核実験なんかの時にあるですね、臨界状態っていうの、あれはクリティカルラインですよね。つまり物事のこの範囲があってね、それのあれで限界まで物事は達する、その限界、臨界線のことをクリティカルラインって言うんでしょうね。ちょっと話を考えるあれですもんね。それこ そのイマヌエル・カントのですよ、純粋理性批判の批判だって、日本人批判って言ってるから、なんか純粋理性を批判してんじゃないかと思うけども、あの場合はさ、クリティークっていうのは純粋理性の成り立つ、いわば限界を確定するって意味ですよね。境界線、臨界線、限界線っていう意味がクリティカルなわけですよ。でクライシスっていうのはそれをね、その臨界線を突破するような危ない状態の時に、僕はクリスチャンじゃありませんけども、それこそね、要するに最後の審判っていうのが出てくるってことなんでしょうね。そうであればこそ同じ言葉だけども、クライテリオン、基準って意味ですよね、物事の基準ね。ですからね、今やこうちょっと抽象論を
エセ文学風に述べ立てたけど、今現代世界の危機っていうのはね、うん、近代でも現代でもいいし、うん、あるいは日本で言えば戦後日本でもいいんですけど、そういうものを成り立たせていた観念とかの行動のね、うん、境界線が、うん、ギリギリまで来てしまって、うん、至る所でその境界線が曖昧になる、うん、崩壊するね、そういうところでですね、みんなして何か最後の審判は一体どうやって下るのかというふうに内心怯えながら、要するに右往左往しているというね、そういう意味ではね、話あの今日のテーマの方に皆さん近づけて、僕司会者でもないのに近づけていってもらいたいと思うから言うんだけれどもね、やっぱりね、100年に一度の大不況がやってきたなんてのはね、実は最初に誰が言ったのかもしれませんけど、実にそのなんていうかな、生ちょろい話であってですね、まあ、近代はいつから始まったか18世紀かなんか知りませんけどね、もっともっと浅草富岡さん言ってたね、長いスパンで見なきゃいけないっていうね、本当にそういう意味ではね、1929年から数えてちょうど80年で、80年を切り上げて100年にしたんでしょうけどね、そんなね、そんな生優しい問題じゃない、もう人間の精神の根本までもね、いわば崩れている、一体俺たち崩れてどこに行っちゃうんだろうというね、そういうことが問われているという意味での本当にね、考えてみたら背筋が寒くなるようなクライシスがね、音もなくですね、こう進行しているという、そういう風景じゃないかと、ね、あの今先生おっしゃったことにね関連して、あの地中海っていう本で有名なあのブローデルっていうフランスの歴史家がいるんですよ。彼があの言ったのは、歴史をその重層的に見ようということ で、その変化というか3つもの3つの、まあ、カテゴリーというか概念で言ってですね、1つはほとんど動かない不動な構造、それ緩慢にやっぱ変化していく、まあ、流動といいますかね、変動局面、それから非常に短いスパンでいろいろな出来事が起こっていく表面的、まあ、出来事ですね。だから構造と変動局面と出来事って3つに分けてますね。で今あの西部先生おっしゃったように、今短いスパン で今出ている出来事としては、金融恐慌とかですね、経済不況とかあると思うんですね。ただこれのやっぱり背後にあるのはもうちょっと長いですね、それこそ100年じゃなくて、やっぱりそれこそ西洋近代思想って言いますかね、まあ、フランス革命と言っていいのか、啓蒙主義と言っていいのか分かんないですが、まあ、300年ぐらいのやっぱ変動局面が大きく今動いているというふうな、ね、ところがあるんじゃないかと思うんですね。そういう意味では経済問題っていうと同時に、そういう大きな、まあ、西洋歴史の大きな変化の変動局面に入っていると。でその出来事、短い、最も短いスパンで出来事で言えば、例えば中国のことを考えれば、ちょうど今日が4日ですね、明日放送されて5日から全人代が始まりますよね、はい、1週間2週間ぐらいですか、はい、やって、結局中国が、まあ、経済的にも非常に厳しくなって、まあ、8% 成長率が保てなくなるだろうと、それをどうするかという問題で今ものすごい指摘され、失業者がどんどん出てると、まあ、2億人の農民工の問題とかですね、まあ、すでに2000万人ぐらい失業、その出稼ぎが失業して、それから6月ぐらいですか、卒業しますよね、学生が、大学生が、これ600万ぐらいが、まあ、失業、なかなか職に就けないと、都市部でももう800万ぐらいですね、失業しているという、こういう状態ですよね。ただそれから同時に、あと民族問題ありますね、3月ですか、に今度チベットね、はい、50年ですよね、チベット侵略から解放、ただチベット登記50年ですね。それから天安門もありますね、天安門もあるし、新疆ウイグルなんかでもね、非常に大きなその民族問題が出てるから、もう中国と今その短い出来事としては中国そういうことあるけど、これはもっと大きな、やっぱりその緩慢な大きなこの中華帝国の、まあ、変質というか崩壊がですね、やっぱり起こってると。そういう意味では今の短いこの出来事が同時に100年200年場合によって300年ぐらいの変動局面にもね、変化をこう表してるんじゃないかと思うんですね。そういうふうに見ていくと、やっぱり今の危機って問題は、まあ、非常に具体的な危機がありますけども、もうちょっと深い大きな変化ですね。だからそういう意味じゃ危機っていうのは必ずしも悪いことではなくて、その変化っていうものを我々がどういうふうに認識できるか、そういう文明史なり世界史の中に、どういうふうに位置づけていくかっていう、そういうその
を認識を持てればですね、その変化っていうものをいい方向にね、まあ、不可避なものですけれども、対処していける、そこじゃやっぱり国なりのビジョンがね必要になってくると思うんですね。今日本はそれが完全に底抜け状態に来てるっていうところが問題ですね。いや、おっしゃる通りだと思いますよ。要するに危機っていうのはね、株価が下がったみたいな、そういうことで言ってる場合じゃないわけですよね。で、先生お伺いしたいけど、その私ももっとこう100年に一度なんていう話じゃなくて、基本的には人類っていうのは常にこう生活が今まで上がってきてたやつがもう終わりよっていう大きな流れがあって、そしてかつ近、まあ、おそらくでも近代の終わりという意味ならば、近代というのは進歩を人間が自覚しちゃって、進歩するのが当然だとか進歩しなきゃいけないっていうふうに思い始めた時期なのかもしれないけど。